ぼちぼち時間だ。この国は甘味で満ち溢れているね。どんな味がするんだろう。甘味が動いてる。これ本当に食べられるのかい。船の上に城が。これはうずうずが止まらないよ。私のキャンディいかがかな。この場所は私のものよ。くらえ。時代参戦大戦世界。あなたの強さ認めるわ。でも力の使い方を間違わないようにね。不思議な人だったね。からくりみたいな動きもしたし。三刀流奥義極道の辻泣けやがって。よっと変わった飴だったな。ワノ国に持ち帰りたかったよ。三刀勝負必ず晴らすぜ。三刀勝負カラス曲がり変な森だな。動いているみたいだけど入って大丈夫？こんなことで僕を閉じ込めたつもりか。この調子で一人も逃がすんじゃないよ。カラス曲がり魔球戦三刀流奥義六道の辻三七七孫孫国上大竹巻三三レディーに手を挙げてるやつはいねえだろうな。後悔するなよ。どっちを握れ。サンラショーマン1080。サンラショーマン1080。これで終わりだ。一大参戦大戦世界。この感覚を待って。三七七七の国上大作戦流水。ルフィの分身があんなに。僕も分身の術を使いたい。よし、ようやく進めるようになった。
三刀流奥義三刀の続き三刀の続き極上奥義三刀の続き極上奥義ありがとう手助け、これもまた満遊カラスマガリ二次魔中戦ようこそ客人たちこの感覚はありと三刀流奥義極道の辻おいしいジュースはいるかそれともジュースになりたいか絞るなんて不気味な能力だったな大戦世界くそどうにもならない敵を成敗するのもまた漫遊だねおあっちから暴言の匂いがするカラスマガリ魔中戦サム・ラ・ショーマン A80%この感覚を動きを読まれるというのはこういうよしよし本気でやろう餅で道を塞がれている落ち着きおでんに対する挑戦と見たこれで終わりだ第三戦大戦世界無駄だ落ち着き後悔するなよこの国にはまだ見ぬ甘味が隠れているカラスマガリ魔中戦餅を生み出せるなんて和の国に来たら大人気間違いなしだよ私も一緒にいいかしら魔中戦嘘360ポンド砲さて俺のビスケット砕けるかな極道の辻乱暴なのね行くわスパンクうずうずしてきた挑ませにはいられない大戦世界残念ここまで一撃シッソンソン極上大竹町カラスマガリこりゃ三刀流奥義極道の辻光月おでんが打ち取ったシッソンソン極上大竹町サンハシリカインあの船が一つの国？それは気になるね。360ポンド。
獅子孫孫極上大竜巻この戦い介入させてもらう。獅子孫孫でっかい。この感覚を待ってた。これで終わりだ。よっと時代参戦大戦士。こんなバカなことはない。極上大竜巻どう少し遊んでやる。後悔するなよ。連続中おにぎり格の違いを見せてやる。二刀流奥義ぶっ飛ばしてやる。三刀流なんだよこりゃ油断したのか。そんなもんじゃねえだろ。時間完全大戦世界おでんの技の数々残さず食らわせてやったぞ。流水三獅子孫孫極上大竜巻三羅生門1080ポンド三羅生門1080ポンド面白い。まとめて相手してやる。この感覚を待ってた。遊んでる暇はないよ。パニークレッドル遊んでる暇はない。遊んでる暇はない。俺のビスケットにひびが。君のお菓子の鎧、和の国のものに劣らぬ頑丈さだった。これで終わりだ。一大三千大戦世界三獅子孫孫極上大竜巻三羅生門1080ポンド三獅子孫孫三羅生門三クソこの強さはおでんにも引けを取らない。あっちにもうずうずする何かがある。この国、美味しそうな甘味がいっぱいだ。よくもうちのもんに手出してくれたな。この地を自由に冒険し尽くしたい。この感覚を待って。ダメほどの恨み晴らしに来た。三三獅子孫孫極上大竜巻三三獅子孫孫極上
国とやらもしっかり見ておきたいね。ここは俺の縄張り。分かってるよな。ジェルマダブルシックス増水の力存分に見せてやろう。三刀流奥義極道の筋後悔するなよ。この気を握れ。クソ親父みたいに偉そうなやつだった。三し、し、そんそん極上大竹町三し、シッソンソン極上大竹巻き三シッソンソン極上大竹三一部分ひねり潰してやるくらえ一大三千大戦世界三刀流奥義極道の辻牛ゴリラと手を組んだ悪党光月おでんが討ち取ったり視線を感じるな。見張りがいるんじゃないか。こうなったらやるしかないね。見過ごすわけにはいかなかったからね。悪いが、押し通る。し、し、そんそん、360。めっちゃ。お前だろう。いや、お前だからこそ、手を抜くことなどしない。本気でやれ。来るなら来い。相手になってやる。これで終わりだ。やろ。事態参戦。楽にして。大戦を世界。ここだ。本気でやろう。それから縄張りを奪おうだと。動きを握れ。本気でやろう。三百五十三。ラショーマン。これで終わりだ。いやー、甘味だらけ。
だったな。見てるだけでもお腹いっぱいだ。1080ポンド。何度僕に挑もうと君はおでんの前では持ち巾着だ。1080ポンド。さあ手戻ってきてやったよ。まんまんまんま一大参戦大戦世界。誰の相手であろうと僕は戦う。80ポンド。私に任せてくれママ。邪魔な奴はキャンディーマンにしてやる。また自由を奪われた。こうなったら大暴れするしかない。一体参戦大戦世界。ザ・ショーマン1080ポンド。大物が勢ぞろいだ。みんなまとめておでんの具にしてやる。なめてたのは俺の方か。もう囚われの身にはならない。それがおでんだ。この感覚で待ってる。ここからは私も一緒だよ。助太刀ありがとう。満遊できた。もう僕は世間知らずじゃない。